Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. Takuji to aruku 25 分。セミシグレの中今日は番組をお送りするわけですけれども、朝のもう私の近所は5時台から鳴いてますよ。ちょっとね、目が覚めちゃいますよね。すごいね、わしわしと、ものすごい生命力ですよね。であなたを取りには行ってませんよみたいな感じで雰囲気を出して、例えばね通りがかったみたいな、ここにいるとするじゃないですか、はいはい、木にね、はい、横こう通り過ぎる感じで、ええ、パッとこうするんです。嘘みたいでしょ。嘘みたいにして撮ってたんですよ。あのセミはですね、そのまんま羽化して成虫になるものですから、専門的に言えばですね、不完全変態って言いまして、変態してないっていう、私年に1回ぐらいは変態になりますけれどもそっちじゃないですか。行き先も目的も決めず、坂口拓司さんの気の向くままに歩く25分間、拓司と歩く25分、何を見つけ何を話し誰と出会うんでしょう。さあ今朝も拓司さんのお散歩について行ってみましょう。おはようございます、坂口拓司です。おはようございます、勝木かなです。今日の拓司と歩く25分は熱中症警戒アラートが発表されておりますので歩きません。2022年も2度ほどあの歩かない週っていうのが、ありましたけれども、2023年令和5年ももう早速ということです。で歩かないんですけれども、静かなスタジオで収録しますと、もうあの散歩の手をなしませんので、まあ、外でこのセミシグレの中で、25分歩きながらではなく座りながらですね、喋ろうというふうに思っております。まあ、改めて熱中症警戒アラート、はい、この言葉で憂鬱な感じになりますね。そうですね、暑いですね。はい、であの懇切丁寧に前の日の夕方ぐらいに発表されて、翌朝また念入りにきちんと伝えられますから、まあ、覚悟はするんですけども、はい、妙な感じです、はい、何があってもおかしくないっていうような高温なんでしょ、もうあの体温ぐらい気温が高いのは当たり前になりましたからね、はい、気をつけないといけませんね。今年もあのもう昼も夜も暑いっていう、熱帯夜も続いてますんでね、私はあの田舎で育ちましたんで、はい、生まれてあの夏はね、室内も変えたんですよ昔は。今あの集合住宅にもうかれこれ、30年近く住んでおりますけれども、その昔田舎の家は一戸建てでございまして、あの夏になりましたら、梅雨明けあるいは梅雨の前だったかよく覚えてないんですけれども、子供の頃何度というですね、はい、物置の部屋が田舎はあるんです。まあ、町の真ん中はねそういうあの、有給スペースなんてないんですけれども、その、難度の奥から夏のために、ミスとですね籐の敷物とミス障子っていうのを取り出してきて、ほこりを払って拭いて拭き上げて、その障子を突破してミス障子を入れて、で畳の上に籐の敷物を敷いてですね、はい、こういると籐がこの畳を歩くよりもひんやりしまして、あそういう肌触りなんですか。そうなんです。竹のようなものだったんですけども、これね今組み上げてくれる
表具屋さんのような方なんですかね、もういらっしゃらないんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、その籐の敷物っていうのは便利でしたね。クーラーいらずで昼の暑い盛りにそれをね突っ伏して寝てたら籐の敷物はひんやりして気持ちがいいんですよ、はいはい、でね夜になりましたらクーラーなんていうものはありませんから、そうですよ昭和40年代クーラーの設置比率ってどれぐらいだったと思います？どれぐらいです昭和40年代ですか？昭和40年代です。ですから、1960年代ですよ。いや中盤から後半ぐらい 20%。 そこも行くもんですか？行かない。クーラーがあるお家なんていうのはもうお金持ちもお金持ちすごいんですからじゃあ 10% もう行くもんですか？ 2% です。 2%? 2% なんですよ。残りの 98% は昭和40年代クーラーなしで暮らしてたんです、考えられないでしょ。どうやって寝ついてたんですか？だからね、蚊帳っていうのを釣ってたんですよ。蚊帳ってわかります？まあなんかあれでしょ、なんか蚊という字に、うん、張るっていうあの膨張の張という字を書きまして、はい、その、うん、畳の部屋のね鴨居のところにこう紐を、引っ掛けて、なんと言えばいいんでしょうかね、麻でできた細かい網目の、ものをこうお布団の周りに覆って、はいはい、それを吊るし上げてるんです、はい、だから、直方体みたいに見える覆いが布団の周りに覆ってるけれども麻の一枚の布でこう四方と天井が覆われてるっていう、だからそれがあるから蚊が寄ってこないんですよ。だから開けてても虫刺されしないですね。そうそうそうでしたね。今この蚊帳愛用してらっしゃる方いらっしゃらないと思うんですけれども、日本の国内は、はい、アフリカでは今大活躍でありまして、あ、そうなんですか。マラリアになる蚊から身を守るために日本の蚊帳が今あのアフリカで大活躍をしているということであります、ね、セミシグレの中今日は番組をお送りするわけですけれども、朝のもう私の近所は5時台から鳴いてますよちょっとね目が覚めちゃいますよ ね、 すごいね、わしわしと、ものすごい生命力ですよね、うん、地中で長いこと暮らすんでしょ、はい、2年も3年も4年も5年も、ね、地上に、現れたら、まあ、短いっていうふうに言われてますけれども、うん、そうでもないっていうのが最近研究で分かったみたいで、え、それは彼らに対する見方が変わってきますよ。はい、あのね8日目のセミっていうあの言いますね、ね、映画も小説がね、うんうんうん、映画にもなりまして、小説はベストセラーになってあのドラマ化映画化された作品ありますけれども、だから1週間ぐらいしか生き延びないんじゃないかっていうふうに言われてましたけれども、はいはい、研究でね長いこと生きるっていうのが分かりまして、岡山県の、上松壮さんという小学校1年の夏からずっとこれ継続的に研究しまして、セミの研究、頭のいい、ね、児童生徒だったんでしょうね。で個体識別法っていうあのセミにマーキングマークをつけて調査する方法で、平均でですよ、アブラゼミは32日、ツクツクボウシは26日、クマゼミも15日生きてると。だから私たちの周りで鳴いているのはほとんどクマゼミなんですけども、2週間ぐらいは、あ、はい、だから生きてるわけですよ、はい、ちっちゃい頃ねあの虫捕りに夏休み行ってたもんですけれども、うん、セミはねもうなんかこう可愛がりませんでしたねセミで遊んでましたよ。うーん、こっち紙で取らなくても取れるんですよ。え、手づかみってことですか？はい、どうやって取るかというと、あのセミも近づいていくと、まあ、おしっこをしながら飛び立つわけですよね。であなたを取りには行ってませんよみたいな感じで雰囲気を出して、うん、例えばね通りがかったみたいな、ここにいるとするじゃないですか、はいはい、木にね、はい、横を通り過ぎる感じで、パッとこうするんです嘘みたいでしょ、嘘みたいにして取ってたんですよ、今真横を通り過ぎるよっていう感じで手をパッとこう
差し伸べる、もうノールックな感じで、ノールック、そうそうノールック、でそうそう便利な言葉があるね、サッカーの言葉がそうなんですよ、ノールックでセミ取ってました。へー、もうねセミはだから取り飽きるんです。あ、もう簡単に20匹とか取れますから、そこ行くとねカブトムシとかカマキリとかねはあのなかなかクワガタとかも、ね取れませんからね、カマキリは簡単に取れましたけれども、クワガタとカブトムシですよ、それから、カミキリムシもねなかなかいなかったね、コガネムシとセミは邪険にしましたね、申し訳ないことをしました。数がねたくさんいるから、そうそう、もう昆虫採集の箱の中には入っておりませんでしたけども、まあね、私たちの周りに鳴いているセミ、遠くになんか違う種類の、セミも聞こえてはきますけれども、30種類ぐらい日本にはいまして、アブラゼミとかね、アブラゼミって鳴き方どういう風に鳴くか知ってます？アブラゼミ、ジーじゃないですか。あ、近いですね、ジリジリって鳴くんです。ジリジリ、ジリ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 って、油で揚げ物をするような音に似ているんでアブラゼミっていう名前がついたっていう風に言われております。面白い、本当かどうか分かりませんけどねそれからあのニーニーゼミっていうのもありまして、これはもう田舎育ちでしたからね、これ最初に鳴くんですよほぼ、あの松尾芭蕉のね、静かさや岩に染み入る蝉の声っていう、俳句がありますけれども有名な、これはニーニーゼミのことを読んだっていうふうに言われてますね。それからあの日暮らしって知ってます？日暮らし分かります。かな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 ってね、物悲しく鳴く蝉ですけれども、夏の終わりのイメージありますけど、あれそうです、俳句の季語は秋になっているんですけれども、ねうん、実は鳴き始めは夏の中頃お盆前ぐらいですよ、そうなんです、実は夏の前半からも鳴いているっていう、はい、音は夏の終わりみたいなんですけれども、鳴き始めは夏のもう、前半ぐらいからっていう。からね、最近少なくなってるのがミンミンゼミ、ミン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 っていう、はいはい、聞こえませんね、なんかテレビ、あ、ちょっと鳴き方変わって、遠くの方につくつく帽子がいるようないないようななんか感じになりましたけれども、ね、これつくつく帽子は、ね、あの秋が近づく頃に鳴き始めて、近くにいるオスの方がジーっていう風に合いの手を入れるっていう、クマゼミはもう大量に発生しておりましてね、都市部ではもう嫌なぐらい生命力が強いんでしょうね、はい、地球温暖化の影響ともいう風に言われて、ますけれども、はい、あ、セミが少し鳴き止み始めて、あ、また勢力を盛り返してセミのボリュームが強まってきた。本当にね、あのセミは元気がいいですね。私もあの抜け殻になりかける前の幼虫をこの桃地浜で見つけまして、珍しいからツイッターにあげましたけれども、はい、メスがあの木の皮にお腹から缶を突き刺して卵を産みつけて、米粒ぐらいのあの卵のまんま冬越して、翌年の6月頃に、孵化して幼虫になって地面に落ちて土の中に潜って数年、まあ、養分吸いながら成長して、夏が来ると土から外に出て羽化して成虫になるっていうふうに言われてます、はい、あのセミはですね、木で言いますとカメムシ目セミ科っていうところに所属してますから、カメムシ目の昆虫っていうのはさなぎにならずにそのまんま羽化して成虫になるものですから、専門的に言えばですね、不完全変態って言いまして、変態してないっていう、私年に1回ぐらいは変態になりますけれどもそっちじゃないですか、逆にいつですかこれは冗談ですよ、危ないじゃないですか、警察の方も聞いてるかもしれませんからね、年に一度完全変態です正確には完全に変態ってことですけど ね、いや、なりませんからね、もう62ですから若い頃はそういうことがあったかもしれませんけどね、いやいや、あのね、泣き止むとありがたいんですけども、ずっと泣き続けてますね、はい、まあ暑い中喋り続けるっていうのも苦行でございまして、
去年は滝のところまで行きましたんで、はい、滝も行きたいね。行きたいですね。水辺にとりあえず行くのありですね。このまんま連続なんていうことにならないように、考えたいと思いますけれども、今日はあの熱中症警戒アラート、この収録日には、出てますから、皆さんもお気をつけなさいますように、はいはい、暑さ指数が33以上と予測された場合は、府県の予測区などを単位として発表されるということです、うん、ちなみに今日は福岡県丸ごと出ておりましたね。全域ですか？もうねすごいよ最近の、あの気象情報のコーナーのこの熱中症警戒アラートの出し方は、はい、赤い色でベターっと塗られてますから、大阪以西ほとんどこの熱中症警戒アラートでございましたね。そうですよね、はい、外出はできるだけ控えて暑さを避けると、熱中症のリスクが高い方には声掛けをしましょうと、もう私たちこの炎天下で座って25分間喋るわけですからもうこれは非常にリスクは高いですよね、このまま倒れることになるかもしれませんけれどもまあ休み休み、そうですよ、はい、休み休みができないんですよ、これが ねいけませんね。なんか蚊よけのスプレーとか記念撮影はできましたけれども休み休みっていうのができませんから ね。あと普段以上に熱中症の予防行動を実践しましょうということです。それから外での運動は原則中止あるいは延期にしましょうということです。これ一応外での行動になるとは思うんですけどもまあね、スタジオの無音状態で収録したら味気ないっていうんで、私の気持ちで出てきた分ですから、これはしょうがないことかなと思います。 RKB の正面玄関出てすぐのところに腰を据えて、もうね、あの遠くに行きたくないっていう意思の表れです何歩歩きましたっけ、10歩ぐらいですよね。10歩ぐらいしか歩いてないです。そうですよね、まあ、割とあの人工海浜の埋め立て地なんですけれども、自然に植えられているような、う、まあ、規則正しい植栽の仕方がされておりまして、はい、この木に卵を植え付けてるわけで、だからセミが元気に、ね、セミのお母さんっていうのは命をつなぐ ね。すごいですよこのセミの、鳴き方、まあ、また静かになりましたけども、なんかこうサイクルがあるみたいですね。ありますね。あ、また理解してた。誰か指揮者が指揮しているわけでもないのに、誰かが無線連絡をしているわけでもないのに、ある分数を気にこう静かになるっていうか、ボリュームが下がるタイミングっていうのがありまして、不思議だなと思いますね。それはタームで言えば、まあ、区間で言えば何でしょうかね、10分もないですね、6分7分ぐらいでしょうかね、不思議です。これも生物の中に時計があるのかな。そうですね、何かこうバイオリズムみたいなものがあるんでしょうね。かもしれませんね。熱中症には気をつけてっていうお話もしたんですけれども、外に出たらですね、さらにあの気をつけなくちゃいけないのが、まあ、これはあの輸入しているとか輸出しているとか港に近いっていうこともあるのかもしれませんけれども、虫ね。虫。はい。外に出るときは気をつけていただかないといけないものが、ヒアリとセアカゴケグモと、それからこれは虫じゃないんですけれども、ヒョウモンダコ。海のレジャー楽しむシーズンですからね。はい、一応お伝えしておきましょうか。ヒアリっていうのはあの輸入されましたコンテナの中から、見つかりまして、ヒアリというふうに疑われるアリ見つけた場合は、素手では触らずに殺虫剤などで駆除して連絡をしてほしいと。特徴は体長3ミリから6ミリのアリで、体は赤褐色、赤茶です。で、2つこぶのようなものがあります。これが特徴です。よくわかりません、このヒアリに関しては。私本物見たことはありませんので。セアカゴケグモ、これあのニュースでもたびたび登場しますけれども、プランターのこう縁とかね、排水口の蓋の裏側とか、公園のベンチの裏とかに生息している毒グモでありまして、これも素手では触っちゃいけません。殺虫剤などで駆除して連絡してほしいと。こちらはね、セアカゴケグモは3センチから4センチ足広げますとね、全体は黒くて、お腹のところに
赤い砂時計の形の模様があります。ニュースなどでも取り上げてますし、画像も、インターネットなどには豊富にありますから確認をしといてください。これ見ました、私見たことあります、本物。それからこれ見たことないんですけど、ヒョウモンダコ、これあのなんとですね、フグと同じテトロドトキシンという猛毒を持つタコ、博多湾の内外内外で見つかっております。噛まれますと最悪の場合は死に至ることもありますんで、ヒョウモンダコ、タコにしてはねちっちゃいのよ、体長が10センチ未満です。見た目可愛いんですけれども、とんでもない毒を持っておりますんで、ヒョウモンダコ、模様があるタコ気をつけた方がいいですね。これもちっちゃいんですね。ちっちゃいですね。これもだから海水浴とかの時はタコは可愛いから触ったり、まあお子さんは怖がるかもしれませんけども、まあね、ある程度の年齢の方だったらまあ可愛いんで触っちゃったりもするかもしれませんので、しますよね。それは怖いんで気をつけていただきたいというふうに思います。なんかいろいろくっちゃべってまいりましたけれども、はい、私ねこの暑い最中で考えたことは、なんかね朝っぱらからっていう企画を一度やってみたいですよね。朝っぱらから、あ、朝っぱらから酒飲むとか。あー、なるほど。収録は平日の夕方やってるでしょ。はい、あの実はですね、北九州は角打ちが減ってるらしいんですよ。へー。北九州角打ち文化研究会の調査で、65件あったものが今29件減ってて、もっとあったものが29件減って65件になってるのか。65件の酒屋さんしか今角打ち運営してないっていうんで、角打ち巡りを楽しそうですね。で朝の5時からの放送にそれがふさわしいかどうかちょっと別にしてまあ私たちも息抜きが必要だということでちょっと企画上げたいと思いますね。朝っぱらからもう小原翔介になるっていう朝酒朝風呂入りに行くっていう。楽しそう。はい、今日は一歩も歩いておりません。そうです。ですからカロリーは顎を動かした回数くらいなもんでございますのであえてここで発表はいたしません。はい、今週はこの辺で。と歩く25分、今日はここまで。来週はどこを歩くんでしょうね。今日も皆さんにとって気持ちのいい一日になりますように。ではまた来週。Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.